友達にネイルチップを作ってあげるのと、あと動画の編集と勉強をする日です。今からね、今から準備したいと思います。歯磨きした後は洗顔してスキンケアをするんですけど、私今まで一回も動画でスキンケアの紹介をしたことないなと思ったので、ちょっと紹介したいと思います。こっちが朝で、この3つが夜になるんですけど、まず朝は、1週間ぐらい前にビオメディさんから商品提供でいただいたものなんですけど、なのでまだ使って1週間ぐらいしか経ってないんですけど、これオールインワンのスキンケアの商品になっていて、ビオメディエッセンスミルクリームってやつなんですけど、朝ね、今までこの3つ使ってたんですけど、結構ファンデが揺れるんですよ。だから1週間前からこれを使っていて、でこっちは1本で済ませれるので、なんかあんま肌がこう、なんて言うんだろう、分厚くならない感じで、割とサラサラしてるから、この上に日焼け止めとファンデ塗ってもあんまり重くならない感じがするので、私は朝この3つ使うよりかは、朝はこれ1本で済ませちゃうことが最近は多いですね。で、夜はちゃんとこの3つでしっかりしたスキンケアをするっていう感じです。で、夜はまずキュレル塗ってから、このセラミドとコラーゲンってやつ塗って、でキュレルのクリームで終わらせてます。はい、こんな感じでスキンケアの紹介はちょっとざっくりなんですけど終わりたいと思います。忘れたんですけど、結構オールインワンってこれ1本でしっとりするのかなとか不安な方が多いと思うんですけど、これはすごいしっとりするので、あのテキスチャーは結構サラサラしてるんですけど、あの肌にのせるとすごいしっとりするので、全然1本で済ませれます。本当に時短になります。これはしてるんですけど、これフランミーの桜ロールっていう色で、すごいナチュラルなのでおすすめです。こんな感じ。こんな感じでメイクが終わったので、今から朝ごはんを作って食べたいと思います。
これから友達のネイルするんですけど、来るまでもうちょっと時間があるので、ちょっとそれまで勉強します。岐阜の何象徴、金の信長様。かっこいい、これかっこいい。今帰ってきたので、これから今ねズボンだけ変えたので、運動してからお風呂入って寝ます。休憩タイムです。